1910年、フリードリヒ・ローゼンは、ドイツ帝国の外交官であり、オリエント学者。第一次世界大戦後、バイマル共和制時代に第一次、ヨーゼフ・ビルト内閣で、外務大臣を務めた。ウマル・ハイヤーム、ルバイヤートのドイツ語訳他著作書多数。1856年、父ゲオルクと母ゼレーナの長男として、母の実家であるライプツヒで生まれた。父方は、北西ドイツのハノーファーからデトモルトにかけての19世紀になってプロイセン王国に併合された地方の出身である。フリードリヒの出生当時、オリエント学者でもあった父ゲオルクはプロイセン王国のエルサレム領事を務めていた。間もなくフリードリヒもエルサレムに移り住み、11歳まで過ごした。その後、父の転任により欧州へ戻り、不仏戦争、ドイツ帝国の成立などを故国で経験した。その間、ベルリン大学で東洋諸語を学び、1886年から約1年間、インドに留学。ペルシアを経由して帰国後は、同大学に新設されたオリエント研究科で、ヒンドゥスターニー語を講じた。ドイツ語のほか幼少時から英語、アラビア語は身につけていたが、後年はペルシア語、ペルシア文学の分野に打ち込んだ。1888年にロンドンで結婚し、1890年にドイツ帝国外務省に入省した。貴族の出身でなかったため、幹部の席が用意されていたわけではなく、副領事ないしは通訳官としての出発だった。外務省入省後10年間の中東各地での体験は、著作、回想のオリエントにて語られている。1900年末に帰国。外務省オリエント課長、1905年にエチオピア通商交渉使節、1905年から1910年まで中タンジール公使、ついで1912年までブカレスト、大戦半ばにポルトガルが対独人戦する1916年まではリスボン、そしてドイツ敗北を挟んで1920年までハーグで公使を務めた。大戦中オランダが最後まで中立を維持したことへのローゼンの貢献は大きい。そして大戦最末期の1918年11月、皇帝ヴィルヘルム2世が全てを放棄してオランダに亡命した際、ローゼンはそのオランダで公使を務めていた。ローゼンの没後、1959年に遺構が刊行された外交回顧録第3巻の5部2章において、この11月10日のことが11ページにわたって記されている。バイマル共和制下で中央党の第一次ビルト内閣の外相を党派外の立場で務めた。それ以前には駐マドリード大使の話があったが、かつて1905年に彼自身が準備を担当したアルヘシラス会議でのドイツの出方が尾を引き、フランスへの考慮からスペイン宮廷はアグレマンを出さなかった。第二次ビルト内閣には参画せずに引退し、執筆生活へと入ったが、息子ゲオルクが大使館に在勤していた北京を訪問中の1935年11月に現地で没した。ローゼン自らヨギと称する著述は相当数に上る。ヒンドゥスターニー語、ウルドゥ語関係2点、現代ペルシア語口語文典を含むペルシア語、ペルシア文学関係11点。ユダヤ人とフェニキア人伝道宗教としての古代、ユダヤ教とユダヤ人離散の発生、外交論1点、回想記2点である。このうち、ルバイヤートの翻訳は今も版を重ねている。回想のオリエントでは、ほぼ40年の間に、ローゼンが体験したオリエントでの出来事が語られており、ローゼンは、執筆理由として、欧州の流儀や考え方が流入により、オリエント世界が、元の姿をとどめなくなる前の自身が目にした情景を描きたかったと述べている。記述は主に近東地域に絞られており、インド、エチオピア、モロッコの回想は除外されている。筆者が垣間見た当時のドイツ帝国やフランス等の政治動向とそれに関する見解、著者の英国への親愛感の表れや、当時のドイツ皇帝との思い出、またウマル・ハイヤームなどの東方史の引用が、特徴的である。さらに、筆者のすでに刊行されている著書についても紹介されている。イギリスなどの外交官たちの様子や、当時の東方における領事の実質的権威についても知ることができる。当時ペルシアを訪れた著名人や著名な東方研究者や学者についても記述している。また、ペルシアへの称賛が随所に見られる。エルサレム幼少期に過ごしたエルサレムの建造物や施設、支配者たちの様子や帰国までの旅について描いている。ペルシア縦断期、ヒンドゥスターニー語とインド古典の研究のため、インドで15ヶ月ほど過ごした後のヨーロッパへの帰路が記されている。当時アフガニスタンはヨーロッパ人の通行が難しかったため、ローゼンはペルシアを陸路で縦断し、ボンベイ、ブーシェフル、ペルセポリス、エスファハーンなどを訪れ、史跡巡りやテヘランでのシャーへの謁見、ドイツ外交団との交流が描かれる。レバノン、シリア1890年3月29日、副領事を任せられたベイルートへの赴任のため旅券を受け取りに外務省へ赴く途中、帝国最小府を去るオットー・フォン・ビスマルクを目撃している。また当時のヨーロッパ情勢に関する自身の見解もこの章で述べている。4月14日、ウィーン経由でトリエステから船に乗り込み、アレクサンドリアへ上陸、数日間を海路で過ごした。4月28日の朝、ベイルート郊外に着く。赴任後レバノン山脈、アンティ、レバノン山脈を越えて、シリアのとダマスカスを訪れている。ベイルート赴任後11ヶ月余りで、ベルリン外務省からの発令で、テヘランに赴くよう命じられる。ペルシア再び、ペルシアへ行き着くことの困難さ、カフカス南部、黒海沿岸の町であるバトゥーミの税関で難儀した出来事などが記されている。1891年4月14日テヘランに着く。同じ章で友人であるサー・フランク・ラセルズ、駐在英国公使について触れている。また、歴代のペルシアの統治者やペルシアの文化について比較的好意的に記され、当時流行していたこれらの猛威や南アフリカにおける英独間の緊張状態についても言及している。バグダード1897年、領事代行としてバグダードへの赴任が命じられる。しかし、ベルリン当局が小アジアからバグダードへ、そしてペルシアに至る鉄道敷設の計画に関心を持つべきかどうか、決めあぐねていたため、彼自身することもなければ、祖国の役に立っているという幻想すら持てないまま、6ヶ月余りの時間が、全くの浪費であったと書き記している。しかし、このバグダード駐在時に、ペルシア近代史の研究資料の収集や、その作業の後は、ボーフが始めたユダヤ人とフェニキア人に関する著述に専念するようになった。三度、ペルシアへそうした著作の準備作業が終わったその日に、テヘランへの赴任を言い渡される。赴任前に、ドイツ副領事とハンガリーの商人と共に、バビロン遺跡やカルバラーを訪問している。また、ここで東方における強盗沙汰について触れている。アラブの山賊とクルドの山賊の違いに関する噂や、そうした噂に翻弄される巡礼の様子などを描いている。1899年にエルサレム転任の辞令が下るが、父親が公的生涯の大部分を過ごした場所で、同じ職に就けることへの喜びを綴っている。エルサレム再建一度ベルリンに帰国し、ヴィルヘルム2世との初対面を果たしている。1899年7月、32年ぶりにエルサレムへと到着し、幼い頃の知人たちと再会する。エルサレムの最大の変化として、ユダヤ人コミュニティの増加と拡大について挙げている。また宗教的施設の所持という面で、ドイツ人コミュニティが、その他のコミュニティと比較して立ち遅れていたと述べている。結び1900年にベルリンへ帰国。ローゼンは総括として観光旅行や産業優先、入植地建設の結託によりパレスチナで急速に進行している都市独自の痕跡の消失を嘆いている。しかし自身の立場とその職務への責任感からそうしたオリエントへの偏愛や愛党を捨て、異国の地での経験を職務に役立てようと決意していたことを回顧している。オリエント体験の中で出会ったラセルズや自身による英独関係の改善への努力が報われなかったこと、英国間の戦争に対する思いを述べ結びとしている。ありがとうございます。